こんにちは。台風の影響で楽しみにしていた宮古島旅行がぶっ飛んだ男、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロで大人が秋に買うべき新作ベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にもありました通り、本当はですね、宮古島の旅行の予定だったんですが、残念ながらですね、台風が近づいているためキャンセルせざるを得なかったということで、今日はですね、そんな悲しい気持ちをですね、吹っ飛ばすかのようにですね、皆さんに全力でユニクロの秋の新作の中からこれは良さそうだなというものをピックアップしてご紹介をしていきたいなと思っています。まだまだ暑い日は続きます。今現在もですね、こちらは非常に天気が良くてですね、今日も37度ぐらいの気温になる予定なんですけども、もうさすがに夏服は皆さん買い揃えてると思いますし、そろそろ気分を変えて秋冬どんなものが出てくるのかな、このあたりをですね、抑えておきたい方もいらっしゃるのかなと思います。ということで、まあ僕たちの身近なアパレルの中で最もですね、早いペースで秋冬物が入荷されているのがまさにユニクロなんですね。今回はそのユニクロの中からこれは結構今年っぽくていいなというもの、また鉄板だけどもあらかじめちゃんとチェックしておいた方がいいなというものをですね、5点に絞って皆さんにお伝えしたいなと思っていますので、ぜひですね、今後のお買い物の参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの業務ですね、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に秋のユニクロの新作の中から皆さんにご紹介したいものをですね、5つに絞ってお伝えをしていきたいなと思っています。まず1つ目はですね、こちらブラッシュドツイルオーバーシャツ（長袖）という商品になります。これはですね、かなり使い勝手がいい、大人に適したような秋にすぐに着れるような、そんなアウターになってるかなと思います。まあシャツというと結構薄手のものでビジネスライクなものをイメージされる方も多いかなと思うんですが、こちらのブラッシュドツイルオーバーシャツというのは、正直ですね、生地の厚みを見ていただくと通常のシャツよりもやや肉厚になっていまして、あとはボタンも見ていただきたいんですが、僕が今着てるような普通のシャツとは違って、ちょっとボタンも大きめになってるんですね。つまりシャツとして使うことももちろんできるんですが、主に T シャツの上に重ねて着ることでアウター感覚で羽織れるような、まあそういったライトなアウターのような立ち位置になってるんですね。まあそれがすごく使いやすいポイントかなと思います。僕自身シャツが大好きで本当にいろんなものを買ってきましたが、最近はこのようなアウター感覚のシャツが非常に増えてるかなと思います。ブラッシュツイルということで、少し春夏とは違ったような表情のあるですね、質感のものを使っていまして、カラーもですね、秋冬らしいグレーとブラックとそしてブラウンですね、この3色展開になっています。どの色もすごく良くて、個人的にはですね、まずは05のグレーですね、まあ、グレーの中でも結構深めのグレーなんですが、チャコールグレーまではいかない、ミディアムグレーとチャコールグレーの間ぐらいの深みのあるグレーで、これはですね、大人の男性が来た時に品がよく見えるんじゃないのかなと思います。サイズ感はちょっとゆとりがありまして、肩のラインもちょっと落ちていますし、身幅もゆったりとしています。左胸にはポケットがついていて程よくアクセントになっていますし、あとは襟の幅も見ていただきたいんですね。まあ、僕が今着てるシャツも結構襟幅大きめなんですが、こちらのシャツに関してはもうちょっと襟幅大きくて、やはりですね、アウター感覚できるというところを意識したような、そんな作りになってるかなと思っています。これはもう秋になったら T シャツの上にさらりと着るだけで、すぐに使うことができるアイテムなので、まあ、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思うんですね。グレー系のシャツであったらボトムスはブラックで十分合うかなと思いますし、次におすすめなのがやはりブラウンなんですが、秋らしいカラーなんですけども、いわゆるこうおじさんっぽく見えるようなやぼったいブラウンではなくて、結構深めのブラウンなので、この色であれば僕ら大人世代でもブラックパンツだとか、またはホワイトパンツと合わせながらちょっと軽快に着こなしていただければ使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。またはブラックのシャツを選んでグレー系のパンツなんかで合わせるような着こなしもすごくいいかなと思うので、これはですね、本当に一押しのアイテムかなと思います。価格は3990円ということで、なかなかですね、これぐらいの質感のシャツというのは5000円未満で買うことは難しいんじゃないのかなと思います。ユニクロの本気を感じるアイテムで、ド定番のアイテムなんですけども、ちょっとひねりが効いてるような気もするので、これはぜひですね、本格的な秋を迎える前に皆さんにもチェックしていただきたいなと思いますので、頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、続いて2点目はアウター行ってきたいなと思ってるんですけども、ユーティリティショートブルゾンというものですね。これは6990円ということで、カラー展開がブラックとブラウンとそしてオリーブという3色になっています。これは使い勝手がいいような秋に適したアウターなんじゃないのかなと思います。まあ、このようなですねショート丈のアウターというのは結構ユニクロ U なんかでも同じような雰囲気のものをやっていたので、すでに持ってるという方もいらっしゃるかなと思うんですね。だけどもまだゲットしてない方にはですね、これかなりおすすめかなと思います。いわゆるこうバブアーのスペイだとか、そのあたりのモデルと近しいようなワーク系のデザインをですねベースとしたようなアイテムなんですけども、ゴリゴリのワークウェアっぽいような雰囲気ではなくて、現代的なサイズ感だとか素材使いというところをうまく使いながら、まあ、ユニクロらしく表現されているので、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。価格もアウターで6990円というのはかなりコストパフォーマンスが高いので、ここ数年トレンド的な位置づけになっているこのようなユーティリティジャケット、ユーティリティブルゾンですね、こういったものを気軽にトライしてみるにはすごくトライしやすいようなアイテムになっているのかなと思います。でカラー展開はもうベーシックなところで言うとオリーブなんですよね。バブアとかもやっぱりオリーブはかなり人気が高い色合いなんですけども、オリーブの中でもダークグリーンに近いような品のあるような色合いなので、あんまりやぼったさが際立たないような、そんなカラーバランスになっているのが個人的にはすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。とは言っても着丈も短めですし、カジュアルな雰囲気は漂うんですね。まあ、特にこのようなユーティリティブルゾンですね、襟部分にコーデュロイを使われてたりだとか、結構失敗するとおじさんっぽく見えるディティールも満載だったりするので、個人的にはもうシンプルな0級のブラックですね、このあたりからトライしてみるのがいいんじゃないのかなと思います。これに対してボトムスを例えば秋らしいグレーだとかブラウンだとか、そういったものでコーデュロイのものを取り入れてもらうだとか、そういった形で使うのがいいかなと思ってまして、まあ、アウターに関してはなるべくシャープなブラックというところが一つ軸足になってくるかなと思います。まあ、ブラウンなんかは特に顕著で、先ほどのシャツであったら深めのブラウンだったので、そこまでおじさんっぽく見えるイメージはないんですけども、こちらは先ほどに比べるとちょっと明るめのブラウンで、なおかつベースのデザインがユーティリティブルゾンということで、本当にこうやぼったく見えやすいところでもあるので、この組み合わせは僕ら世代にはちょっと危険度が高いかなと思います。20代のスラッと高身長の男性がこのようなブラウンのブルゾンですね着たとしても、自分自身がクリーンで清潔感があるので、そのギャップですごく素敵に見えたりするんですが、僕ら世代が着てしまうと良くも悪くもどんずばでおじさんっぽくハマってしまうので、ちょっとブラウンは危険かなと思います。第一希望ブラックで、合わせ方次第でオリーブというところで、まあ、チェックをしていただくといいんじゃないのかなと思います。でポイントはですね、丈の長さですね、結構短めで足さばきのいいようなライトなアウターなんですね。こういったものは秋にすごく活躍してくれるので、ステンカラーコートのような丈の長いものもいいんですけども、結構動きづらいよなって感じる方にはこちらのアウターが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ニットで合わせてみたいだとか、シャツで合わせてちょっと着丈の違いを楽しむみたいな着こなし方もいいかなと思うので、まあ、ぜひですね7000円前後で買えるブルゾンとしては非常にクオリティが高いので、皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、こちらスウェットカーディガンカッコ長袖というアイテムですね。これも使い勝手がいいアイテムだと思います。これもユニクロにとっては定番のアイテムなんですが、まあ、さらにですねアップデートされていまして、使い勝手の良さがさらに増しているかなと思います。大人の着こなしにとってこのカーディガンっていうのはかなり使い勝手が良くて、今は T シャツを着るイメージしかないんですけども、もうちょっとですね季節が進めば肌寒くなってきて、 T シャツの上にカーディガンというスタイルが非常にハマりが良くなってくるかなと思うんですが、このカーディガンというベーシックなアイテムも年々変化を遂げていまして、最近はですねピタッとしたような薄手でなおかつタイトなカーディガンっていうのはそんなに流行らないんですね。それよりもちょっとオーバー気味のサイズ感で、生地感も薄めというよりはほんのり肉厚な感じの方が今のトレンド感にも合っていますし、あとは僕ら大人世代でも肉感というのが出ないので使いやすかったりするんですね。薄手でタイトなカーディガンっていうのは痩せ型の方にはすごく似合うんですが、ぽっちゃり体型だとか普通体型の方には結構ムチムチしちゃうのであんまり似合わないんですよ。その点こちらのカーディガンはサイズ感が少し緩めになっていまして、体のラインを拾わないような設計になっていますし、やや肉厚のスウェットをベースとしたようなカーディガンなので適度なカジュアル感もあるし、 T シャツの上に気軽に羽織れるような仕様になっているので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。カラー展開は5色になっているんですが、
まあ個人的にはなんだかんだでブラックじゃないですかね。これが一番使いやすいかなと思います。まあスウェットを使ってるんですが、すごくカジュアルに見えるような雰囲気ではなくて、結構きめ細やかな編み地になっているので、上品に見えというところ、生地の触り心地だとか着心地に関しては、スウェットの良さをしっかりと抑えながらも、見え方としては上品というところが、すごく良い意味でのギャップで使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、こちらのカーディガン、地味なんですけども、腰部分にポケットがついてるんですね。これがあることで、このカーディガンがアウター感覚で使えるようになるんですね。一番最初にご紹介したシャツもですね、いわゆる薄手のシャツとは違うようにボタンを大きくすることでアウターになりますし、こちらのカーディガンも通常の薄手のカーディガンとは違って厚みを持たせてポケットをつけることでアウター感覚で役立つので、秋にすごくですね、活躍してくれるような、そんな一枚になってるかなと思います。ユニクロらしいミニマルな商品なんですけども、サイズ感のゆとりだとか、生地の選び方だとか、そういった部分にですね、細かなこだわりが詰め込んであるので、非常に仕上がりがいいかなと思います。まあ、コーディネートはこれ自体がすごくベーシックなので、例えばスタイルヒントの中のノリアさんのスタイリングですね。これがすごく参考になるかなと思ってまして、内側にボーダーのカットソーを着て、その上にブラック系のカーディガンを羽織ると。ボトムスに関しては秋らしいオリーブ系のパンツを合わせて、少しですね、クロート感を出すという着こなし、これがめちゃくちゃハマりがいいかなと思うので、まあ、ぜひですね、皆さんもこちらの着こなしを参考にしながら、秋のカーディガンスタイル楽しんでいただきたいなと思っています。続いて4つ目のアイテムなんですが、タックワイドパンツですね。これは僕の動画の中でも何度もご紹介しているような、最近のユニクロの中では大ヒット作となるような、ちょっとクロート向けのボトムスではあるんですが、こちらが非常に人気が高かったので、様々な素材使いでアップデートされたものが、この秋冬に発売されるわけなんですね。例えば、コーデュロイを使ったこちらのボトムスなんかもすごく使い勝手が良くて、秋冬らしいですね、表面に凹凸感があって、縦のうねですね。こういった部分が楽しめるようなコーデュロイパンツというのも一つあって便利なのかなと思います。カラー展開は3色になっているんですが、個人的には30のナチュラルですね。これを履いてみたいなと思います。真っ白というわけではなくて、ほんのりクリームがかった柔らかな明るめのカラーになっているんですけども、秋冬のこのような明るい色のパンツというのは、着こなしの中に明るさを取り入れる上ではすごく重要度が高いので、まあ一本あると便利なのかなと思います。白パンにおいてはパツのタイトなものはちょっと今っぽくないし、キザっぽく見えるので、あまりおすすめできないんですが、タックワイドパンツのような、ストンと落ちるような、ちょっとゆとりのあるシルエットのもので、なおかつ白パンっていうのは使い勝手がいいんですね。まあ、しかも、こちらコーディロイの素材になることで、よりですね、やぼったさは出るんですよ。だけども、ナチュラルの爽やかさというところも楽しめるので、これは一押しかなと思います。なぜナチュラルを選んだのかというと、先ほどご紹介した、ユーティリティブルゾンのブラックですとか、あとはオリーブですね。こういったものと合わせてもいいと思いますし、ブラシのツイルオーバーシャツですね。こちらのブラックだとか、あとはグレー、ブラウン、どれを選んでもこちらのナチュラルのパンツがハマるんですね。なので、今回ご紹介したトップス系と相性がいいので、このコーデュロイのナチュラルは一本あってすごくいいんじゃないのかなと思っています。また素材違いでブラッシュとツイルのものもあるんですね。まあ、こちらを選べば先ほどのシャツとセットアップを組むことができるので、これまたかっこいいんじゃないのかなと思います。もう本当にクールにですね、ブラックでセットアップを組むというのもいいと思いますし、ボトムス単品でブラックを選んだりだとか、あとはグレーを選んだりだとか、そのあたりでもすごく使いやすいかなと思うので、タックワイドパンツの素材違いでいろんなスタイルを楽しむというのもなかなか今季の秋冬は使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね買い足していただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、ニットですね。こういったものを着る時期がやがてやってくるんでしょうか。まだイメージがつきにくいですが、ユニクロの大名作、ウォッシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーター、かっこ長袖ですね。これ僕何年前からおすすめしてるんでしょうかね。ニットの中で僕はこれが一番好きなんですね。これなぜかというと、ニット特有のチクチク感がなくて、もちもちとした質感が楽しめつつも、中肉厚で様々な着こなしが楽しめるというところ、ここが最大の利点かなと思います。ただサイズ感というのは、そんなにこうゆったりめではなくて、割とこう定番的なジャストサイズにほんのり緩さを加えたぐらいなので、もうちょっと大胆に大きくしたいなという方は、まあサイズをアップしてもいいんじゃないのかなと思います。僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なので、まあ M を着ることが多いんですが、まあこちらに関しては L を選んでもいいぐらいですね。まあ割とこうベーシックなサイズ感になってるかなと思います。で、カラー展開が毎
毎シーズンちょっとずつ変わってくるんですが、今年おすすめなのは32番のベージュですかね。この色合いがまず一押しになってくるかなと思います。まあベージュといっても結構いろんな幅がありまして、僕が今着てるシャツもベージュなんですが、こちらもベージュの範疇に入ってくると思うんですね。ただ色味としてはちょっとこうグレイッシュなベージュだとか、そんなイメージなんですね。まあ品のいいような甘くならないようなベージュというところで、まあユニクロのこの価格帯でこんなに綺麗なベージュが手に入るというのはかなりですね、ありがたいところかなと思います。まあ、コーデュロイのパンツなんかと合わせていただいてもいいかなと思うので、まあ、こちら秋だったら主役級で活躍すると思いますし、冬だったらこの上にダウンだとかコートを着れば2シーズンは使うことができるので、非常に使い勝手がいいアイテムになっているかなと思います。他にはパキッと明るさを出すようなオフホワイトもバランスもいいと思いますし、あとは06のグレーですね。これは去年購入した色なんですが、これもシャープに見えてホワイトのコーデュロイのですね、タックワイドパンツなんかとも非常に相性がいいかなと思うので、まあ1色と言わず2色ぐらい買っておいてもいいんじゃないのかなと思っています。ブラックの展開がないというところで一番オーソドックスなものがないんですが、まあ個人的にはベージュ、オフホワイト、そしてグレーですかね、このあたりの3色を皆さんにお勧めできればなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではユニクロの秋冬の新作の中から僕が注目している5点を皆さんにご紹介をさせていただきました。まだ実際に買ったわけではなくて手元にはないんですが、まあ、これからですね、焦らず1点ずつ丁寧に買い揃えながら皆さんにリアルなコーディネートもご紹介をしていきたいなと思っています。今日はですね、宮古島に行けなかった、悲しさ切なさをですね引きずりながら、いつも以上にテンションを上げてにこやかにですね皆さんに動画をお届けしたわけなんですが、まあまだまだ暑い日は続きます。ですが皆さんもですね、ちょっとこう新しい秋冬の商品に触れながらですね、今後の秋冬の買い物のイメージが少しでも膨らんだとしたら、僕自身もとても嬉しく思います。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、このあたりの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっています。皆さんのご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをどんどんご紹介をしています。僕も毎日おすすめのアイテムをですねご紹介していますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に質問出したりだとか、自分の買ったものを紹介することができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まって楽しめるような、そんなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。